イエイ。やった。え、入れた、入れた。家、なんか右に行った家に入ったら汽車があったよ。え、なんか箱がある。え、汽車と電球があるみたいな。あ、しかもここはもう移動できない。なんかな、うん、左側になんか鳥かごの影みたいなのが見えて。え、家の中？うん、右側に箱があって。同じ家？後ろ。あの、右に行った家。あ、電気ついたらガガ飛んでった。あ、なんか、え、何、ちょっと待って待って、わからん。オルゴールです、オルゴールです、オルゴール。ちょっとほんまに同じもん見てる。何これ、うち、はい、レア系半時計回りに、時計回りに2回、時計回りに回し続けてねって出たんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回ゆっくり読んでもらっていい？多分これの回し方やと思う。あ、なるほど。レア系半時計回りに、はあ、何って書いてない。半時計回りに、時計回りに2回って書いてる。半時計回りに何回かは書いてない。レア系半時計回りに空白、時計回りに2回、時計回りに回し続けてねって。なんか全部見えてない。え、なんか押したら見えたりせえへん。え、どういうこと？待って、シュポ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 ー、できた、できた。ちょっと待って、できた。ちょっと違うね、ほんまやね。うちはおかしくなってへんねん。ちゃうねん、ちゃうねん。無事ですか？無事です、全然無事。分かった。あの、全文出ました。レアケ、プレゼントを気に入ってくれると嬉しいんだけど。切り抜きやな。じゃあこっちから見たらおかしくないから。システム SE になる、これもう。半時計回りに3回回して。半時計回り。これ、こっからやっていいんかな ?3 回。1、2。あれ、これ時計回りやん。嘘やろ。嘘やろ。え、これさ、このさ、ここがスタートなんかな。まあ、いっか。3回 ?1、2、3。はい。で、時計回りに2回。時計回りに1、2回。はい。これもしかして空白あるかな？ん？全文じゃないかも。時計回りに回し続けてね。それから絶対に離さないでって続くんだけど。時計回りに回し続けて。これまだ？え、待ってな。もっと出る？あ、ごめん、まだ出る、まだ出る。ちょっと待って、ちょっともうちょっと待ってな。いや大丈夫、まだ大丈夫。え、ちょっと待って、え、もう一回一からできる？じゃあちょっと一回家出るな。ごめんな、ありがとう。もう一回入る。あの、はい、もう一回失敗したらいけた。あ、来た、あ、いいね。行くよ。はい。半時計回りに三回回して。半時計回りに。結構こっちに回るかな、こうか。うん、1、2、3。はい。で、時計回りに2回。時計回りに2回。2、はい。で、半時計回りに2回回して。半時計回りに1、2、2。はい。で、時計回りに回し続けて、絶対に離さないでって書いてる。これ永遠にこれのままってことかな。手離せへんやん。え、どういうこと？その間になんか私ができるのかな。今どうなってる？て、え、何してる今。もう私でも一回いじれない。3回回した。え、ちょ、できないの今。何をちなみに回してる？オルゴール。オルゴールになんか取っ手がついてて。ああ、はい。それ回してるんですけど、うん、みんなが3回回したよって。あー、もう一回やろうか。はい、もう一回やろうな。すいません、やろう。全然このカシャって言ってるのが1回カウントってこと？こんな、私全く分かんないからな。じゃあ、はい、半時計回りに3回。まず3回、うん。1、2、3。はい。で、時計回りに2回。時計回りに1、2。はい。これが2回か。そう、うん、時計回りに2回で、次が半時計回りに2回。1、2。はい。時計回りに回し続けてね。回し続けて。それから絶対に離さないでって書いてる。どういうこと？そういうこと？あー、びっくりした。出てきた、なんか。あ、なんかいた、いた。びっくり箱みたいなやつ。もう、なんやねん、お前。プレゼントらしい、それが。姉ちゃんからの。あー、うん、あ、うん、うん、うん。でもこれ多分、あと、どんな感じ？なんか、
多分やねんけど、うん、さっきの汽車が動いていく軌道を書いてる紙なんやけど、あーなるほど、はいはいはい、半分しかないから、はい、また半分も多分どっかにあるんやわ。ハフン、なるほど、とりあえずハフン、ハフン、ハフン、バフって言っちゃった、ごめんなさい。でしたしたー。これ置いていくしかないってこと？かの、アイテム欄とかないもんね。かな？とりあえず、私は出た。行きます。この家全部終わった。もう一回入ってもおるよな、もう。あ、おるおる、よかったよかった。え、次もう一回最初からやらなあかんかったら、もう、怒ってまうとこやった。ああでも井戸なんかあった？井戸行ってみようか。もっと降りたらなんかあるんじゃない？あ、降りれるんこれ、もっと多分。あ、いける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 、スクロールできる。あ、くぜ、おお、あ、あ、え、あ、ごめん、もう無理、わからん、何これ。これちょっと時計行こっか、あの時計屋さんみたいなとこ。うん、わかった。多分帰る、ね、なんかあまりにもヒントがなさすぎん。なんかうちが見たのは、なんだろう、ボール投げ入れたら点数入りそうなのが。ん？え？あ、そっか、違うんやもんな。そう、違うのが見えてるから。でも一旦じゃあ時計屋さん行ってみようか。うん、いや、閉まってますよ。あ、これで時間進めるんだ。3時から9時。どうした？うん、3時から9時。でも 3-9 なんちゃうこれ。え、嘘やん、そんな。マイナスになってまうわ。ひらめくなよ、わからんと思う。信じてもうたけど、しかもそういうやり方する時計屋は多分栄えない。え、これどっちが3、え、そっちが3なんかな。3時から9時だから、別に3時にしたらとりあえず開くんじゃない。え、3時にしてみていい？と回すわ。いいよいいよ。これで今2時。12時。どの3時やねんって思うよな。いや、深夜3、え、深夜3時じゃないのかな。あ、でも、あ、入りそう、入りそう、いけるいけるいける。もう4時になった気がする今。4時でも開いてんじゃん。開いてる開いてる開いてる。え、と、なんかなんだこれ、ちっちゃい扉みたいなのがあって、あ、しかもね、ちょっと上に行けるわ。あ、上にスクロール可能。めっちゃあるよ乾、これも難しいやつや絶対。もうなんか羽、羽、羽、羽が落ちとる。あ、なんかニュースある、ニュースニュース。うち時計いっぱいとカレンダーがある。カレンダー、うん、1927年の1月の日曜日1日って書いてる、うん、私なんか水曜版の、え、しかもラブンの時計屋では様々な時計を購入したり、古い時計を修理したりすることができます。うん、もう下でちっちゃすぎて何書いてあるか分からへんけど、世界でも頑張れ頑張れ、有名な時計メーカーであるラブン、ラブン氏がこの、何って書いてあるのこれ、このそんなむずいことある、この町、この町で新しい時計屋を開店、開店、あ、頑張れ、何って書いてあるのこれ、何言った、頑張れ頑張れ、漢字一文字なんかなこれは、なんかのなんちゃらは、とかってこと、いや、うんうん、違う、あの字がちっちゃすぎて読まれ、あ、なるほどね。なんちゃらは、え、風変わりななんちゃらだと言われています。は、うん、その怒らんで、何々さのレベルは洗練されたものです、うん、我々のなんでさえなんか作ったエレガントな時計を一つや二つ持っていると言われています。んいや、みんなもちっちゃくて読まれへんやろ、ほら本当に読めないって言ってる。あ、そうなんや。もういらん情報欄かもしれへんもはや。でもこっちにあるのはね、これなんだろう、なんかね、なんかね、動くと文字がふわ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 っすね。あ、あ、出ちゃ、何これ、これが何かが全くわからへん。あ、ヘルツか、あ、なんか虫、虫、虫、虫のブリキのが飛んでゴキブリ。え、なんかラジオがあって、ダジャレじゃないよね。違う違うよ。違うよ。ラジオのヘルツを変えると文字が出てくるんだけど。ああ、うんうん、あの、うん、ラジオって下のやつやんな。そう、あ、そう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 、820にすると、ラブン家の長女アマリーは素晴らしい時計職人であり発明家でもあります。彼女の痕跡は
いつも彼女の作品の一つに散らばっています。あ、多分それに繋がってんのかな。なるほど。今1115Hz にすると、また夜の間にペットが盗まれる事件がありました。今回はジェンソン夫人の心優しい農場犬だそうです。あ、犯人が見つかるまでは家の施錠をしっかりするように用心してください。で、これか、うん、んちょっと待って、1410、1410の手前ぐらいにすると、あ、そっち1410、あのちょっと手前、うん、奇妙な出来事が起こり、この村がショックに陥っています。命を落とした鳥の群れが見つかり、その群れは森の地面いっぱいに広がっていた模様です。怖いね。若干。あ、次がね、なんやろ、1400、真ん中ぐらいか。真ん中より左ぐらいの、うんうん。郵便物を取りに5マイル先まで歩いていくのはやめましょう。3月になり、この村の郵便局の工事開始日が今月末まで迫ってきました。あ、じゃあこの町村に郵便局がもうすぐできるみたいな。あ、珍しい白色のカラスはラブン家の末娘に懐いているようです。で終わり。このカラスが他のペットのように行方不明にならないよう祈るばかりです。なるほど。で終わりか。特にでもそんなやつ臭いから聞く。でちなみになんかラジオいじると上からゴキブリがさっき降りてきて私の顔見て帰ってった。ちなみにスタッフルームみたいなのが右にあるよね、多分階段の上あるけど行かれへん。でその上になんかスクロールしていくと時計が4つあって、ある、全部時刻一緒やね。うん、でなんかあの長針が、あ、うん、長針、秒針、長針でいい、秒じゃないな長針の方がなんか、うん、なんかってなってる、うん、なんってなってる、あれ9のところに行ってなんて、あ、そう、8かな9かな9から見えるってなってるわ一緒でももう8のとこ通り過ぎたからもう8にも帰られへんしみたいな、ちょっとうろうろしてる、どっちつかずな感じになってる。ちなみに3時45分前ぐらい、あ、うん、え、違うの、4時45分、あ、ちゃう、うん、4時45分ちょっと前ぐらい。え、これって4時か、え、違うよね、違う、もうわからんなる。なるほどね。あの5と4の間に短い方が、あ、じゃあ3と4の間だ。え、じゃあ1時間、あ、これはあれちゃう、だから私が多分3時じゃなくて4時にしたからやわ。あー、なるほど、あの横の、あー、なるほど、なるほど、なるほどね、そういうことか。うん、え、でその上行くと、あ、なんかも、ん、なんだこれ、その上がなんか巻物が触れるけど触れへん、触れるけど羽が2個あるんやけど、なんかクリックしたらちょっと浮くねんけど、あ、そうそう、一緒一緒、私巻物みたいなのが同じ感じだわ。っていうか、あ、今気づいたけど、ん、視点スクロールで変わるんですね、これ上下。あ、そう、そのようさっき気づいた、掴んでた。え、でこれ、え、その上にカレンダーない、さらに上カレンダーかけてあるんやけど、いや、これさらに上がこの先の読まれへん。あー、なるほど、あれさっき日付いっぱい出たじゃん、それここに入れるのかな、曜日と月と日付が選べるんだよね、うん、あー、なるほど、何のもう覚えてないけど、ちょっと待って待って、え、なんか日付変えた方がいいのかな、なんか日付出てなかったっけ、うん、気のせいか、日付ラジオ、うん、ラジオ、もう虫みたいに動くこの文字めっちゃ腹立つ、くそ、でも日付書いてないの、3月ぐらいしかなかった、うん、あ、18日、18日、どこだ、そのどこ時点の18日、ヘルツ、あ、ね、820と1115の間よりちょっと左ぐらい。先月ここに引っ越しを中を問わず必死に働いていました。先月っていつ？でも先月、あ、でもさっき3月って出たな。でも水曜日に本日って言ってるから、水曜日に18日のところない？あのね、全部ね、可変の選べるんよ。これ最後3月に、1410の時点で3月になりって書いてあるけど、この続きなんだっけ？ん？
月の。そうだって、うちやばいかもこれ。え、なになになに？なんか、一番最後に3月になり、てんてんてんっていうのが1410と1705の間にあるんだけど。郵便局？郵便局が3月？あ、でもそれが今月末って言ってるから。先月は2月。ちゃうか。もうこれ助けて。まあ、2月か3月かどっちかぐらいじゃない。でも2月と3月両方試そう。え、2月の、え、何日言うた？ 17？ 18。18の水曜日。水曜日。オッケーオッケー。何にも大きい。3月にしてみようかな。3月かもしれへんな。あ、いた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 。いたいたいた。あ、それさっきの、あの、うん。あいつ、あの、ポッポーが通りそうな、紙が貼っとるわ、うん、あ、右側多分左、あ、そうだね、うん、紙は右側。なるほどね。でも左側がスタートだから、まず乾があの紙見て私進めて、うん、あー、でも多分なんかメモっちゃった方が早い気がする、うん、それだね、左右、そうね、うん、メモがね、ない。ちょっと待って。じゃあ、ペンはあるねんな。なるほどね。ペンはさ。ペン、な。ペンは何色がいいと思う？ペン何、赤かな？それは。赤？赤にしよう。赤にする。四角の枠は水色で書くわ。四角の枠は、好きにしよう。ちょっと待ってなペイントでもソフトで済ませよう。ちは6、1、2、3、4、5、6ね。これ横何列あったっけ。あっち見に行けばいいか。これの2、3、4、5、6、7、8、1、2、6×8、縦6のこっちに見えてるのは4つやな。ちょっと見えてるの覗くと5、6、7、8、2、3、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、まっすぐ線引くの、うんやるやん。え、でこれをこう手動してんちゃうかって思うぐらい。こうこうこうしこうか。こうでここに00、数字書いてるよ。ちなみに数字が一番右端に書いてる。数字が右端に書いてる。私はね、一番右端にこうやって書いてる。よし、これでやろう。オッケーオッケーオッケー。あ、なんかね、左端に0067って書いてる、うん、あ、違う、00067って書いてる。あれ、間違ってる、ちょっと待って、ごめん。え、ごめんな、ごめん、なんもない。00067、あ、一緒や。あ、一緒、数字一緒。あ、だから同じ紙やでって言いたかったのかな。あー、なるほどね。これが正解か。1、2、3、4までいって、1、2。オッケーオッケー、できた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 。うん、とりあえず左側のルートは見た、うん、右のルート。多分あれよな、左下から出てる。左下から出てる。ね、あ、そっか、教えないと分からへんもんな、見えてないから。あそこ見えるとこまで変える。見えるとこまで、あの、何、あの、入力するポッポーのとこまで変える。あ、でもこれどっちもが知ってないとあれかんのんじゃない。どっちもが入れない。2人でこここうなってって言いながらメモったからいけんじゃん。あ、オッケーオッケー、いけるいける。じゃあこれどうやって、ボタンが多分ないから。はあ、天才じゃん。移動、移動行くか。さっき帰っちゃったけど、ボタンどこにあんねや。ちなみになんか、あ、なんか本とかめっちゃあるんやけど、これ関係ないのかな。本、うん、なんかさっきのカレンダーパカって開いて、そこの中にはその紙もあったんだけど、でもいじれないから関係ないかな。ガリバー旅行機、時計の、腕時計の製造、なんかよくわからん瓶とかと、軽度ナイチンゲール
な、痛い、今痛い、わからんわからん、何これ、なんか、うん、人類のその井戸降りたやつ、降りたとこにあるやつが、うん、なんか、なんやろ、多種多様なチュッパチャプスみたいな、あー、うちも多分多種多様なチュッパチャプス、うん、あんま多分ね、なんか穴開いてる、チュッパチャプス、なに、あのシャボン玉フーするやつみたい、あ、そう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 のなんか6個あって、6個ある、で、あの右下と左下と上の段の真ん中が押せるようになってる、うん、右下と下の段の両端と上の段の真ん中が、その真逆やわ私、あ、じゃあなんか合わせるんか、押すとしかも形変わる、ね、うん、左上を、うん、黒の三角、あー、なるほどね、え、頭やるじゃん、黒の、はい、ほいほいほい、で右が白の三角、はいはいはい、合ってるんかな、で下が白の四角、白の四角、あれ、うん、待って、右上何って言った、右上は白の三角はいはいはい、三角と四角似てない、オッケーオッケー、うんうんうん、オッケーオッケーオッケー、展示の三つを教えてくれたらいいな、うん、左下が白の四角、うん、白の丸とかあるんやこれ、うん、丸もある、上が白の丸、白の、はい、で右下が黒の丸、あ、でもレバーあるわ、ほんで気づかんかった、ほんまや、でこれでレバーを、あ、開いた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 、天才天才、あ、ボタン、え、誰やこのところに、ボタン入ってる、ボタン入ってる、ほんまに嫌がらせやないか、なあ、え、ピカピカすな、オッケー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 、これで使えた帰ろ帰ろ、で、あっこ戻って、はい、これ頭はようなるわなはいはい、で、どこ、あ、設置できたできた、あ、あ、いいね、え、どうやって設置した、あ、ピカピカ砂だから、はい、ついたついたついたオッケーオッケーオッケーえ、で、これで、で説明すればいいか、オッケー、うん、頼むわ、まず、うん、上に2回、はい、で、右に3回、うん、はい、で、下に2回、はい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 、で、その次が何だと思う、右に1回、ほい、合ってるな、で、上に3回、ん、待って待って待って、1、はいはいはい、2、3、上に3回、上に1、2、3、はい、で、右に2回、うん、右に2回で、上に1回、上に1回、右に1回、あ、いた、右に1回、あ、来た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 、え、これで、え、何、で、思考じゃねえんだ、何が終わったえ、何、あ、列車来た列車来た列車来た、え、戻り戻り戻り、列車おる列車おる、あ、あれに乗るんだ、ほんまほんま、あ、来た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 、こうすね、やった、来た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 難しい